よくぞここまでたどり着いた。因果なものだな。このような形で諸君と再会を果たすとは。嬉しいぜ。こんな場所までのこのことやってくるとはな。お久しぶりと言うべきかしら。やはりあなたたちだったか。あなたたち3人との勝負か。なんだかレン、すごくワクワクしてきたわ。それはこちらのセリフだよ。漆黒の牙に加えて殲滅天使が相手とは、これはなかなか手こずりそうね。だがそれがまたいい。思う存分血に酔えそうだぜ。どうかね。どうやら問答無用みたいやな。言うても無駄やろうけど、せいぜいお手柔らかに頼むわ。ふざけるのはそこまでだ。とっくにネタは上がってんだよ、この三味線野郎が。芸法狩り、噂程度には知っていたが、まさかあの白面を滅するほどの腕だったとはな。見事欺いてくれたものね。正直教授の仇を討つつもりは毛頭ないけれど。欺いてくれた借りは敬意とともに返すというのが我らの流儀というもの。てめえの本性見せてもらうぜ。やれやれ。しかしま、あんたたちなら遠慮する必要はなさそうや。あんたらのことをまとめて下法と認定する。お望み通り徹底的に狩らせてもらうわ。これはいい。どうやら我らと同じく期待通りの人出なしのようだな。漆黒の小僧、てめえも本気を出せよ。ふぬけた調子でいたら問答無用で食いちぎるからだ。無用な心配だ。ここに乗り込んだ時点で僕の覚悟は固まっている。あなたたちの先にいる彼の前に立つためにも全力で挑ませてもらおう。よしわ。どうやら最高の舞台が整ってくれたみたい。ああ、ゾクゾクしてくるぜ。それでは始めるとしようか。無限にして無限、永劫に果てることなき至高のカルナバーレを。我が右手にありし星の授けよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア、ソウル、はあ、
下がりません。ガキどもいきなりやがって。いいだろう、死ね。
逃げ場はないぞ。我が右手にありし星の授けよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア、うかつね。
Huh?
真の実力や。